皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンのお時間です。今日は疲れた体にほっこり優しい鶏だしがゆ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。さあ本日は鶏だしがゆを紹介します。まずは酒、塩を入れたたっぷりの水を火にかけ沸騰させます。そこに鶏胸肉を入れて3分ほど弱火で茹でたら、火を止めて余熱で火を通します。時間をかければかけるほどいいだしが出るんです。そして火が通った鶏肉は手で裂いていきます。繊維に沿って裂くと食感もよく美味しくなりますよ。鶏だしがしっかり出たスープを沸騰させたらお米を加えます。ここに美味しいおかゆにするちょっとしたコツがあるんです。だしが沸騰してからお米を加えています。かき混ぜずに対流させることでさらっとした炊き上がりになります。沸騰したら火を弱めて40分ほど煮込みます。その間にザーサイネギソース作り。醤油、バルサミコ酢を入れたボウルにカットしたザーサイ、長ネギ、おろし生姜を加え、よく混ぜ合わせたらソースの出来上がり。こちらが炊き上がったおかゆ。さらっとして美味しそう。あとはお皿に盛り付けて、裂いた鶏肉、細かく切って油で揚げたワンタンの皮と作ったソース、小ネギを散らせば、疲れた体にほっこり優しい鶏だしがゆの出来上がり。おかゆ自体にも味がついていますが、ザーサイネギソースをかけることでバルサミコの酸味でさっぱりと食べられます。お好みでラー油を垂らしても美味しいです。卵黄を乗せて卵がゆに。